はい、じゃあヘキサゴン2戦目、今度はネモクルさんとバファローさんが2人でチームです。はい、1チーム6匹です。用意スタート。ネットインで1匹です。1チーム6匹です。もう今ネモクルさんの心臓バクバクです。逆に低下してます、ね、逆に低下してる。動脈です。あ、来た。うーわす、はい、OK、 さすがやね。はい、バファローさん OK。 真似された。最近小畑さん面白いな、本当に。おばたさん、波動霊語って言ったら真似されたって言ったよ。今火がついてます。そう。あ、来た来た。あ、でかいの、でかいの。はい、ありがとうございます。はい、ボス OK。 心理的作戦が。はい、11です。あ、来た来た。はい、ネモクロス OK。 ムネクルさん OK。はい、21です。ネモさん、2時間ぶりにすりました。そこまでか。近いかな。心の時間は2時間ぐらい空いてます。お、すげえな、おばたさん。お、来ちゃったよ。はい、OK。 バファローさん OK。 いやー、そんな3対1です。チームメイトに釣るなって言ってるぞ。チームメイトにもっと粘れぐらいな。なんだこれは。あ、来た。はい、ジンさん OK。 はい、3対2です。これでまたネモクルさんに精神的プレッシャーがかかります。3対2です。ハドゥ、ハドゥ、ハドゥドゥドゥだよね。あ、来た来た。あれあれ、くーわ。ハドゥ 1.7。 はい、OK。 喋らないで。はい、ジンさんチーム追いつきました。うーわー、完全に師匠を超えてます。うーわ、ハドゥ 1.7。あ、バファローさんがあれで殴ろうとしてるぞ。もう叩く棒を持ってきてる。鬼教官だ。鬼教官になってきてる。あれでケツバとかも。これもしかするとシャレになんないかもしれない。本当にこれ、ネモクロさん、強化合宿決定ですね。ぜひよろしくお願いします。一泊で200匹釣れないと帰れません。もしかしたら家に携帯取りに帰れるかもよ。うわ。
たよ。これでバレたらすごいな。はい、オッケー。ネモクロさんオッケー。4対3です。泣きそう。おばたさん、4さんです。届いちゃった。あ、来た。あ、じいさん来た。もう釣っちゃった。届いたのに釣っちゃった。届いたのに釣っちゃった。はい、じいさんオッケー。はい、パーファルさんオッケー。あ、リーチです。じいさんチームリーチ。あ、両方ともリーチ。リーチリーチ。2チームともリーチです。釣ったチームが勝ちです。じいさんアドバイスお願いしますね。うわー、これはすごい人が責任を負ったぞ。先にしとけばよかった。5対5、釣ったチームが勝ちです。釣ったチーム、あの負けたチームが昼ご飯代を全部出します。うわー、いい微妙なスピードだな。それ釣れるな多分。ほら、だいたいわかるよね。あー、あれ釣れるな。ほらほら釣れた。あのリーリングスピードは絶対釣れるんだよ、あのぐらいの方が。教えてもらいますこれ。はい、オッケーです。終了。はい、終了でーす。これ、なんで？もう、何も言えません。だってほら、俺が釣れるなってたら釣れるでしょ？すごいですね。だってリーディングスピード見ると大体わかるんだよね。釣れるリーディングスピードがあって。これだけ言ってもあれなんだもんな。